マスゲーム、マスゲームとは、他人数が集まって、体操や、ダンスなどを一斉に行う、集団演技である。同調性の高い動作を行うことを特徴とする、集団体操ともいう、合同体操を演技化したものと言える。集団における、連帯性の高さを来場者に示すパフォーマンスとして、学校の運動会、体育祭の種目で行われることが多く、また、 日本で毎年各都道府県を持ち回りで開催される国民体育大会や大型のスポーツイベントや現代のオリンピックの開会式、閉会式、国際博覧会のイベントなどの集団遊戯として行われている。また、工場においても集団体操は行われていた。マスゲームで行われる演技は多岐にわたり、整列やエンジンなどの体制で体操、機械体操、 組体操、新体操、バトントワリングなど、や様々なジャンルのダンス、民族舞踏、一文字を作るなどが典型的であるが、オリンピックなどの大規模なマスゲームでは、巨大ディスプレイなどの大道具や様々な小道具を使い、ストーリーを持たせた大規模なものとなることもある。本来は競技場内で行う身体デモンストレーションを意味するが、講義では観客席に並んだ。 フリップボードを持った観客がタイミングに合わせてフリップの内容を変えるパフォーマンスや観客席でタイミングに合わせて立ち上がるウェーブ、プロ野球の観客席のビニールさんやジェット風船などの演出も含まれる。マスゲームはドイツ語のマスセンター難が語源であり、他人数を表すマスとゲームを合わせた和製英語であったが、北朝鮮、日本のマスゲームを見て、 自国で行うようにったで行われるアリラン祭のイメージが世界中に浸透した影響で最近では用語が国際化しつつある。数百人来し数千人ものの大人数を動員するマスゲームは優勝では人件費や交通費が大きな問題となるため多くの場合、無報酬で長期間にわたり練習会に参加できる会場に近い学校の生徒や その関係の校内活動、協力企業の事前活動や市民のボランティアなどの協力により行われるデモンストレーションである。しかし一部の国家や団体の強権的な指導の下で強制的に行われるイベントのマゲームのように国威発揚や団体のイメージアップで行われるものもあり、一概に当てはまるものでもない。ルーマニアのチャウシェスク政権や紀頭のユーゴスラビアといった 社会主義国によって行われていたものが北朝鮮におけるマスゲームの先駆とされる。欧米の農業祭などでの行事として馬に乗って行われるものもある。ルールに従って馬を操り、統制の取れた動きを演じる。スペインのセビリア祭りのものが有名。ドイツには19世紀、効率の良い体操指導法として、号令によって一斉に体操する合同体操が普及し、 それが、マッセントルネンと呼ばれた。体操の有意義さを訴え、体操を普及させるためのツールとして、見せ物としてのマスゲームが発展した。そして、そのマスゲームが、旧チェコスロバキア、オーストリア、スイスなどの外国にも広がっていった。学校の運動会で行われる、マスゲームとして扱われる種目は、組体操やダンス、お遊戯など、何らかのパフォーマンス種目が挙げられる。 また、統一性を高めるため、体操着を着用。内容によっては、体操着以外の衣装を着用する場合があるし、体操帽はクラスに関係なく赤か白のどちらかに合わせるほか、脱げることを考えて、最初から被らない学校もある。内容によっては裸足になったり男子が、上半身裸になって行う場合もある。この種目は、生徒よりも指導する先生の方が練習に、 積極的であることが差は、現在でも甲子園大会の応援や一文字などもに活用している。マスゲームは、脳科学、認知科学、生態学、人類学の分野で、集団演奏、合唱、集団競技、集団啓発訓練、更新、挨拶運動、集会、自己啓発集会、車座的総括集会、項目的組織運営、会社組織、 合議制組合組織、官僚組織、集団儀礼、宗教儀礼、共同体儀礼、社会観光、通勤、賃金獲得行動、生産消費行動など、同様のフラクタルな様式として分析される傾向があることから、そこから派生して論じられることがある。経済人類学、行動経済学なども同様である。朝鮮民主主義人民共和国。 北朝鮮で行われる一文字を使ったマスゲームは10万人を動員して1時間半にわたって行われるなど特に大規模なことで有名である。13から14の部に分割されそれぞれ近日生の誕生などを主題に持つ。2004年 BBC 制作のドキュメンタリー映画ヒョンスンの放課後の映画監督のダニエル・ゴードンは CNN のインサイトの中で マスゲームは一人の失敗が全体の大きな失敗を引き起こすということを実感させ、チームワークと全体主義を教え込むために行われているのだと述べている。北朝鮮を訪れていた国務長官マデレーン、オルブライト、クリントン政権下がマスゲームを驚愕した素晴らしいと称えたところ、ワシントンポストにより国務長官は県に関わるこうした問題に 全く言及しなかった。これはアメリカの一心を損なうものである。もっと明確に人権問題について語るべきであったと厳しく批判された。朝鮮日報によると北朝鮮のはマスゲームは10万人が動員され、北朝鮮の体制を称賛する内容と体操と踊り、一文字を強制させて行う人権侵害として有名である。北朝鮮の子供たちは 北朝鮮賛美や金一族賛美するマスゲーム公演の準備のために練習期間には学校にも行けず過酷な練習に借り出されることが広く知れ渡っている。2014年に発行された国連の北朝鮮人権調査委員会の報告書で夏の暑い日差しの中コンクリートの上で練習していると気絶する人も珍しくなかった急性中水炎なのに我慢して練習していた8歳。 くらいの男子児童は治療を受けられずに死亡したと指摘されている。大韓民国では1972年10月の維新クーデター後、維新体制と呼ばれる第四共和国時代に、僕正紀大統領を表現するマスゲームが行われた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。